こんにちは。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムのディレクターの藤林秀麿です。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムのプロデューサーの青沼英二です。洞窟に入り口から入って探索した後、また入り口まで引き返すのが大変だよねと話していて、上から抜けたら出られるよねっていう話になって、それを入れてみたらこれは縦の遊びを広げることになるぞと気づいて、アセンドがメインアイテムとして成立しました。